はい、皆さんこんにちは。今日はですね、僕の動画では初めての試みの完全に未経験者の方に向けた8ビートの練習方法、しかもお家でできる練習方法をご紹介したいと思います。はい、では早速なんですけども、今からやる僕のやる動きがですね、ご自宅でできれば一緒の動きができれば、実際にスティックを持ってスタジオに行って、まあ、例えば体験レッスンを受けたりとかドラムを叩くときにですね、そう時間がかからずに8ビートが実際に叩けるようになっています。ですので、ぜひちょっと難しいかもしれませんが一緒に頑張ってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。足やったら手、右足左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 手。1、2、3、4、5、6、7、8。足やったら手。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと足がですね、騒音的に、まあ、僕も、アパートマンション系に住んでいるので、あまり思いっきりボンとやるとちょっと下の方に迷惑だと思うので控えめに、まあ、タイミングだけが合っていれば、まあ、正直成立する練習方法なので、あまりこう力強く踏まないことをお勧めします。まあ、よくこうスタジオとかでですね、こうどんこうやって叩いてるなんかドラムの人とかを見たりすることがもしかしたらあるかもしれませんけども、ああいう方たち、経験者のね、上手い人たちでもたまにこうやってリズムを取って駅とかでもやってる人いるかもしれませんから、見かけると思うんですけども、それぐらい意味のある練習なんですね、これ。僕もまあ癖でついつい家でやってしまったりとかもするので、まあ、ぜひこんなんで上手くなるのと思わずに、結構バカにならない練習だと思うので、トライしてみてください。